こんにちは、コスケです。ついに新型ノアの納車日が決定いたしました。29日月曜日納車となります。今日27なのであさってですよね。かなりワクワクしております。今回は改めて新型ノアの楽しみにしている機能とかシステムについて紹介してみましょう。一つ目は何といっても今回のこのノアボクシーから採用されている進化した第5世代のハイブリッドシステムです。通常トヨタのハイブリッドシステムが、第3世代から第4世代になったり大きく進化するときはプリウスに最初に積むというのが定番なんですよね。でも今回はノアボクシーが一番最初でございます。エンジンは残念ながらダイナミックフォースエンジンではない従来型の 1.8 エンジンなんですが、モーターもバッテリーもハイブリッドシステムが一新されていて大幅にパワーアップしております。モーターだけで120キロまでかな走行できて、出力も大幅に向上しているんですよね。特にダイレクト感とレスポンスが大幅に良くなっているみたいで、トヨタの 1.8 ハイブリッドって、少しこうもっさりした印象があったんですが、どのくらいそれが改善されているのか非常に楽しみでございます。加速時のエンジンの負荷も低減しているみたいで、より滑らかに気持ちいい加速ができればいいなと、そんな風に思っています。そして2つ目楽しみにしているのが新しくなった 4WD システム E4 です。今までのトヨタの E4 はリアはモーターで動く四駆なんですが、そのリアモーターが5馬力とか1桁馬力のちょっとパワーのあまりないリアモーターだったんですよね。もちろん冬道の発進では安定して発進できる役立つ四駆だったわけですが、他のメーカーの四駆と比べると少し物足りないかなと、そんな印象がありました。それが今回の E4 から大きく変わり、ハリアーとかラブ4などに採用されているようなリアモーターがかなりパワフルな 4WD システムになっています。フロントモーターが95馬力でリアが41馬力かな。かなりリアのモーターの出力がアップしています。で、そのリアモーターが動くのも発進の時だけじゃなく、走行状況によって後輪の駆動力を早めに先読みして発生させるシステムになっているということなんですよね。コーナーを曲がるとき、旋回時もリアを積極的に動かして、乾いた路面でも優れたライントレース性を実現する、より走りを楽しめる四駆になっているみたいです。ちなみに前後の駆動力配分は、フロント100、リア0から、フロント20、リア80まで可能で、低ミューロでは基本フロント65、リア35で動くみたいです。雪道はかなり安定して走れそうですよね。今までのトヨタの 1.8 の E4 ではできなかった、そんな走りができるんじゃないかなと思います。雪道も乾燥路面の走りも楽しみな 4WD ではないでしょうか。そして3つ目に楽しみなのが燃費です。第5世代のハイブリッドシステムに新しい 4WD を搭載し、動力性能、四駆性能が大幅にアップしているにもかかわらず、先代のノアボクシーから燃費向上しています。4WD と FF の燃費差も 6% 以内になっていて、かなり燃費いいんですよね。ハイブリッド四駆の WLTC モードの燃費はなんと 22km/L と、ホンダベゼル EHEV4WD と、僕が持っているベゼルですね。それと同じ燃費になっています。実際に走ってノアのボディで本当にベゼルと同じ燃費が出るのであればすごいですよね。ベゼルとフリードはほぼ同じ実燃費だったので、ミニバン比較だとフリードプラスハイブリッド四駆とワンサイズ大きなノアの四駆が同じぐらいの燃費ということになるかもしれません。実際の燃費がどのくらいになるかとても楽しみです。4つ目の楽しみな点は走りと乗り心地です。先代までのノアは2001年にデビューした初代ノア、もっと言えばイプサムの1990年代に開発されたプラットフォームを改良して、もう20年以上ずっと使ってたんですよね。
なので乗り心地とか走りの面で仙台のノアまではどうしても気になる部分が僕はありました。今回の新型ノアボクシーは TNGA-C プラットフォームをダッシュボードから前の部分で使って、そこから後ろはミニバン用の専用設計のプラットフォームを使っているみたいです。 GAC プラットフォームといえばトヨタ車で初めて走りがいいと感じた CHR や、正直ちょっと欲しくなったカローラシリーズ、そして案外アクロでも安定して走れたプリウスなんかにも使われていて、走りとか乗り心地は間違いなくいいプラットフォームです。この GAC プラットフォームがミニバンに採用されてどうなるかは分かりませんが、20年以上使っていた従来型よりは確実に進化していると思うので、その点も楽しみにしています。乗り心地、走りの質感、そして直進安定性や旋回性もかなり向上していそうです。そして最後5つ目なんですが、車中泊のしやすさも楽しみな点の一つです。ステップワゴンでシートを倒しただけだと車中泊で寝るのは難しいということが分かったので、今回はもうすでに8月の上旬かな、今月の初めぐらいにベッドキットを頼んで到着待ちでございます。新型ノアの専用ベッドキットですね。昨日発送されたとメールが来てたので、多分週明けノアの納車と同時くらいに到着するんじゃないかなと思っています。ベッドキットを使った時の車中泊のしやすさも楽しみな点の一つですね。車内の広さに関してはカタログスペックを見る限り、そう、ちょっと仙台よりも狭くなっているんですよね。ただプラットフォームが刷新されて、こう全体の幅が広がっているということもあって、車内のシーピラー感は 7.5 センチ広がっているみたいです。で、後方の空間はおそらく広くなっているんじゃないかなと思っています。このカタログスペックには出ない部分で、まあ、ちょっと広くなっていればいいなという感じですね。実際に車中泊してみないとわからない部分というのもたくさんあるので、まあ、これは納車されて車中泊してみてどうなのかチェックしてみようと思っています。結構楽しみな点の一つですね。というわけで新型のは納車直前、楽しみにしているところや機能の紹介でした。まあ、今回紹介したあたりは納車されたらしっかりチェックしていきたいと思っています。それではまた次回の動画をお楽しみに。